皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、もう悩まない教室の先生のための売れるキャッチコピーの作り方についてお伝えしたいと思います。はい。まず、こちらの動画のタイトルですね。仕掛けがしてあったのは、皆さんお分かりになったでしょうか。この、なんていうんですかね。キャッチコピーというものを、テーマにしてお話しするのは何回かあるんですけれども、今回ね、教室の先生のための売れるキャッチコピーもう悩まない、この4つの強い言葉が入っていて、興味を持ったからおそらくクリックしてみてみようと思ったんじゃないかなというふうに思うんですね。でこれはまさにこれから私がお話をしようとする、キャッチコピーの作り方の本質的な部分になっていくので、キャッチコピー作れない、全然わからないとかっていう方が教室の先生すごく多いんですよ。はい。でこれはなぜ多いと知ってるかっていうと、私が普段いろんな先生の添削をしたりご相談を受ける中で、ウェブサイトを作る時の添削とかもするんですけれども、その添削をする時にも引っかかるのがキャッチコピーなんですよ。でそこを、ちょっとでも考え方をね、やってもら考え方を理解してもらうと作るのが楽になるのかなというふうに思って、今日はそんなお話をしてみたいと思います。ではまず早速お話をしていくんですが、キャッチコピーってそもそも何なんだっていう話なんですけどね。キャッチコピーって何だと思いますか？まずですね、キャッチコピーっていうのはキャッチ、要は目をキャッチする、心をキャッチするっていう意味のキャッチと、コピーっていうのは文章っていう意味ですね。コピーをするっていう、こうプリントをする何個もっていう方じゃなくって、コピーライティングの方のコピーって文章っていう意味なんですけども、その目を引く文章っていうことになります。センテンスっていう言い方でもいいと思うんですけども、じゃあなんで目を引かないといけないかっていう話なんですけど、結局今情報が世の中にものすごく溢れていて、似たようなサービス、たくさん出てきてます。でそれをおそらくインターネット上で比較していくことになるんですね。そうすると結局その違いがわからないんですよね。例えば、よく私の場合に料理の先生とかが多いので、健康によくて安全な材料を使っていて楽しく作れる初心者向けの料理教室みたいに言われたらですね、全然よくわかんないじゃないですか。何を教えてくれるのかよくわからない。もうちょっと詳しく書いてある方もいらっしゃるんですけど、おおよそこんな雰囲気でだいたいこう文章を、慣用句的なものをね並べたりとかをして、キャッチコピーみたいな風体にして作ってらっしゃる方とか多いんですよ。で教室がないうちは全然、教室がそこにあるっていうだけで集客ができてた時代は全然 OK なんですけれども、今は教室もたくさんある、しかもオンラインで割と比べられちゃう世界は、オンライン、あとウェブですね、ウェブで比べられるっていうことは、その最初にこの教室のことを見るか見ないかっていうのは第一印象、ファーストインプレッションで決まっちゃうんですよね。それは例えば教室じゃなくても、皆さんが人間関係とかっていうところで初対面の人と会った時にピッと感じるものとかってあるじゃないですか。要はその人の風体っていうか絵姿ですよね。直感的に第一印象が悪いとなんかあんまり好きじゃないとかね、ちょっと引いちゃおうとかっていうのはあるし、会社の面接試験だって結局第一印象がいいか悪いかっていうこと、目の力とかいろいろ見るんですけどもね、面接官とかは。でもやっぱ第一印象なんですよね。っていうことを考えると、ウェブサイトの第一印象って、ヘッダーと呼ばれる箇所にある、キャッチコピーも含めて写真もそうなんですけど、やっぱりその言葉が持ってる力っていうのものすごく強くって、だからこそそこを大事にしようっていうことをお伝えしているんですよね。とするとやっぱそこが弱い
コピーだと結局目を引かれないから作っても読まれない、しかも下の文章も読まれないっていうことになってしまうともったいないので、キャッチコピーは大事ですよっていうことを言ってる。で、そうすると、どういう声が聞こえてくるかっていうと、いや、キャッチコピーは大事なのは分かってるけど作れないんですよっていう、そういう話ですよね。なので、今日は、一つですね、本を紹介しながらちょっとお伝えしたいと思ってるんですけど、私がキャッチコピーを初めて作る方に、うちのクライアントさんにもそうなんですけど、おすすめしてる本が、この本ずいぶん前から紹介をしてるんですけど、売上がドカンと上がるキャッチコピーの作り方っていう、この本が割と参考になるイメージなんですよ。で、これはどういうふうにして参考になるかっていうと、そのキャッチコピーの考え方と分解の仕方と、その言葉をどうやってつないでいったら、目を引くような言葉に変わるのかっていうプロセスがですね、書いてあるから、とてもそういう意味で親切だなと思って。いろいろあるキャッチコピーの本って、事例集が割と多いんですよ。で、置き換えたらできるよとか、キャッチコピー大全とか、それを変えるだけで使ってくださいみたいなのもあるのもあって、それはそれで急いで作る時には悪くないんですよ、参考にするためには。でも根本的なそのキャッチコピーの作り方の概念を分かってないと、結局見ない限り応用ができなくなっちゃうので、この本で書いてある考え方を実践すると、その考え方っていうか、どういうふうにキャッチなコピーって作るのっていうのが基礎的に優しく書いてある本で、私キャッチコピーの本とか結構読んでるんですけど、そういう切り口で書いてる本ってあんまりなくてですね、この本はね、すごくそういう意味では分かりやすい本だったんで、おすすめしているんですね。はい。で、どういうところがその素晴らしいなというふうに思ったかっていうと、例えばキャッチコピーが1個あって、それをどういうふうに変化させていくと売れるコピーに変わっていくかっていう、その理由と事情がちゃんとアドバイス付きで書いてあるのが、こう一緒にこう実演しながら考えていく上でとても分かりやすかったんですね。で、ここの特に第2章のところが、キャッチコピーの、作り基本は強い言葉探しっていうふうに書いてあるんですけれども、ここにね、書いてあって、言葉には強い言葉と弱い言葉があるっていうふうに書いてあるんですけど、でこれね、ちょっと人によっては勘違いしてしまう人がいるんですけど、強い言葉っていうと売り込み色が強くって、ちょっとこう盛った感じで言って、それでこうね、煽ってどうにかさせるみたいなのを強い言葉っていうふうに勘違いしてる人がいると思うんですけれども、そうじゃなくて、強い言葉っていうのは、その人にとって、その見る人にとってどう響くかっていうのを分かりやすく伝えるっていうのが強い言葉なんですよね。だから伝達力が高い言葉を選ぶ、その人にとってなんですけどね、その見る人にとって。だから万人受けのキャッチコピーって結構難しいです。いわゆるコピーライターっていう仕事があるぐらいですから、例えば電通さんとか博報堂とか大手の広告代理店とかにキャッチコピーを提供するようなタイプの有名な方っていうのは、代理店がこういうターゲット層、すごい多い人数のターゲット層に向けてこういう商品を見せていきたいっていう核になるところをそぎ落とした言葉でパンと出すことができるので、それはそれ本当素晴らしいんですけれども、皆さんの場合はですね、そういう形ではなく、万人に向けてではなく、ある特定の来てほしい未来の生徒さんに響けばいいので、響く言葉は何なんだっていう、そこですね。それが必要になってきます。だから、響く言葉っていうのは、ご自身が何か商品を買う時とかに、感じる言葉も、思い出してほしいんですけれども、例えば何かが欲しかった、
とかするものを潜在的に持ってる方は、その欲しかった商品の特徴が自分の中で知ってるものを上手に表現してくれている文字が書いてあれば、まあ、それで当然購買動機にはなりますよね。だから例えば美味しいとか可愛いとかふんわりとか、まあなんていうのかな、あの女性が割と使いそうな、誰でもが使いそうな言葉で商品の特徴を言おうとすると同じ言葉になってしまうから全然インパクトがないんですよね。なので強い言葉っていうイメージは、その対象となる人にとって心に響く言葉っていうのが強い言葉になったりとかしています。で、あの統治法とかをね、逆説的に使ったりとか、あのそうだな、統治法逆説的に、あそうだな、例えばあの この広告は見ないでくださいとかね見ないでくださいって言われると見たくなるみたいな、人間の心理を使ってっていう、まあ、そういう、仕掛けをねしてやるような言葉を作っていく場合もあるんですけれども、王道は事実をさらに伝わりやすいように変化をさせてコピーを作るっていうのが、まあ、王道の作り方なんで、まあ、ここにね書いてあるこのページのここのプロセスが非常に分かりやすいので、104ページか、が分かりやすいので、これに沿ってお話をしていくんですけど、ここに載ってるのはチーズケーキの販売のキャッチコピーを作るっていう内容なんですね。例えば1日30個製造、フランスで修行したパティシエが作ったチーズケーキ、手作りの本格派。まあこのまんま使ってもまあそれなりのコピーにはなりますけどね、限定だし。あとフランスで修行したパティシエがとか、こんなのいちいち通常書かないですね。1日30個製造、チーズケーキ、手作り本格派ぐらいで多分コピーって作るんじゃないですか、通常は。フランスで修行したパティシエが作った本格の手作りケーキ、まあ、このまんま並べてもまあスーパーとかでは確かにありそうなね、内容にはなってますよね。だからこれをどういうふうに表現を変えれば、分かりやすくなるかっていうところが、その30個製造っていうところが30個限定でしか作れないということは、1日30個しか作れないっていうふうに変えるとすごい限定感が強くなってくるっていうことですよね。あとフランス帰りのパティシエもっていうと、なんかフランスから帰ってきたんだな、まあ修行はしてきたんだろうねっていう雰囲気なんだけど、フランス仕込みのパティシエのっていう言葉に変えたり、さらにもうちょっと強い言葉に変えると、本場フランス仕込みのっていう、要は本格的っていう言葉がその後ろに来ているので、それを習ってきたっていう、より本格派っていうかプロフェッショナルなイメージを表現するような言葉を使って、本場フランス仕込みのとかになりますね。で、手作りチーズケーキ、確かに手作りチーズケーキなんですけど、ここにさらにそのふわふわ手作りチーズケーキっていう、あ、なんかふわっとした感じのものがあるんだなっていうことなんだけど、ふわふわ手作りチーズケーキっていうと結構長いなんか長すぎても主題がボケるんですよ。そうするとふわふわチーズケーキとかに変えるっていう、その実際になぜそれがそうなのかっていう変え方とかをですね、書いてくれてるんですよ。そうすると、例えば1日30個製造、フランス帰りのパティシエの手作りチーズケーキっていうキャッチコピー風な文章が、1日30個しか作れない本場フランス仕込みのふわふわチーズケーキというコピーに変わっていくんですよね。なのであまりこう長すぎて主題が伝わらないっていうのもダメだし、平凡な言葉がただつながってるだけでもダメなので、それを考慮していかなくてはいけないっていうことですね。ですからこのフランス仕込みのね、ふわふわチーズケーキっていう、まあ、これは一例なんですけども、教室に置き換えると、その来る生徒さんが何に興味を持って教室に来ているかっていうのが分かったり、興味なのか
あとは悩み解決とかなのか。例えば悩み解決とかでよくあるのは、レシピを見ても、うまく作れなかったっていうようなね、悩み解決とかっていうのが、来たい理由だったとしたら、そうだな、書くの怖いかもしれないですけどね、失敗確率ゼロとかね、成功確率100%、もう二度と失敗しないお菓子作りとかね、教えるとか、なんかそのどういうものが求めているものなのかということに合わせた少し強めの言葉とかに置き換えて言ってあげると、イメージは湧く感じになります。少し強めに言わないと響かなかったりするとこあります。あとはその人が求めている、根源的に解決をしたい、欲しい未来ですね。だから失敗をしたくないんですよ。だから成功確率100%って言われれば、おおってその人は響きますよね。美味しいお菓子が作れるじゃなくて、失敗しないことが一番の目的だったら、失敗しないやり方を教えてくれる先生を探すはずなので。なので、その人を狙うっていうと、そういう感じになってきます。だから、どこにフォーカスして何を教えるかっていうのは、対象者に合わせて言葉の強さとか使い方とかが変わってくるんですよね。で、その時にインパクトを出す場合には、数字とか入れていくと、割とインパクトが出やすいと言われています。今ちょっと自然にね、私0とか100とかって言ったんですけれども、なんか奇数とかの方が受けるらしいような話は前に聞いたことがあります。私が一番メインで看板でやってたパンの時のレッスンっていうのは、プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パンっていうタイトルはあるんですけど、7つの天然酵母を自在に操る、パンの女神みたいな感じでね ディズニーランドみたいなのをキャッチコピーのベースに考えていたので、そのパンの女神から習うよみたいなストーリーでやって、実際にそういう写真を撮ってやってたんですけれども、そういう物語とかが見えたりとかですね、何それとかっていうような絵姿がそこにあったりとか、私の場合は極端なんで、簡単に別に真似できるとは思ってないんで、そこまでっていうのは言わないですよ。言わないけど、でも逆に真似できないから、反応を2つに、真っ二つに分かれます。いや、この先生大好き、面白いっていうふうにして会いに来る人と、うわ怖い、何それとか言って、そんな格好までして教えるパンなんて美味しくなさそうみたいな話、両方に分かれます。で、大概の先生は、その「何この先生おかしい」って言われる言葉を恐れるがために、無難な路線でまとめるんですけれども、好きになってくれる度合いが強烈な方が多い方が、運営はうまくいきます。教室の運営は。中間みたいなぼんやりした形の方とかだと、結局集めていく時にどの方向で集めていいのかっていうのを先生も迷ってしまうので、来る方たちの個性もはっきりしてると、その人たちが喜ぶようにレッスン作っていけばいいだけなので、非常にその後の運営も楽で、やりやすいです。だからある意味、ベストセラーの本のタイトルじゃないですけれども、嫌われる勇気が必要。八方美人というか、全方向に対して生徒さんに気に入られようとしてコピーを作ると、なかなかうまくいきにくいですね。もちろん響く人にね、嫌われるためにコピーは別に作るわけじゃないんですけれども、分かりやすく伝わりやすいように作るためには、少し個性が出ている形の方が集客はしやすいです。なので、多分強いコピーを作るのを、阻害する要因は、人の目、生徒さんの目、嫌われるのが嫌だっていう目だと思うんですけど、10人いて10人に好かれるっていうのは基本無理なので、8対2の法則とかね、もうあるから、2割の人に嫌われてもですね、8割の人好かれればそれでいいし、逆にその少ない2割だけ好かれる形だけで濃くやっていくやり方もあるので、
今は個性の時代なので、それをこう自分で理解をしてきちんと発信ができるかどうかっていうのは、非常に大事な要素になりますね。で、それに昨今の時代で言うと、もちろんホームページのサイトタイトルもそうなんですけれども、レッスンのコース名とかですね、そういうものも少しこうタイトルがいろいろこうその対象の人に響くように書いてあると、あ、ここいいなって直感的に思える、ストーリーがあるとね、すごくいいと思います。紅茶のメーカーで、なんかムレスナなんだっけな、ちょっと一瞬忘れてしまったんですけど、その紅茶のパッケージが全部長いんですよ。例えば桃の紅茶なんだけど、これはお祝いの日のなんとかに2人で祝いたい桃の紅茶みたいな、そんな感じとか、タイトルが一個一個長い。だけれども、いっぱい並んでて綺麗なパッケージで並んでると、それぞれのシチュエーションとかシーン、友達とかなんか大切な人と飲みたいどうのこうのとかいろいろ書いてあるとですね、あ、そういうシーンでこの紅茶いいかもねとか思うと、箱ね、何個も買っちゃったんですよね、私ね、4個ぐらいとか。900円ぐらいする紅茶ですよ。いわゆる紅茶とかって言って普通にね、ティーバッグとか買えば結構な量入って300円とかぐらいで買えるのに、900円ぐらいするやつを1箱とか2箱とか、箱がすごいいっぱいあるんだけど、なんかその言葉で世界観があって、あ、そういうシーンで紅茶飲むのもいいよねって思わせてくれる、とても上劣な戦略だなと思って、私紅茶が好きなんですけどね、初めて見た時衝撃でした。だってその箱が何十個もこう積んであって、全部言葉が違う。危うく全部買いそうになりましたけどね 全部は無理、全部は無理なんだけど、それぐらい上手な商品タイトルだなと思って、で、このキャッチコピーを上手に作れるようになるとですね、もちろん、そのサイトのタイトルもそうだし、ブログのタイトルもそうだし、あらゆるシーンで、レッスン名のタイトルもそうだし、商品名もそうだし、どこでも使えるですよ。一生もののスキルです。はい。だから、キャッチコピーの作り方っていうのは、絶対に覚えといて損はないし、何度も練習するしかないんです。反応を見ながら。だから、ぜひですね、この、本の別に作者の回し物じゃないんですけど、いいなと思うんで紹介してるんですけど、この本一冊ちゃんと読んで、それに沿って書いていくだけでもですね、随分雰囲気違うんじゃないかなというふうに思っていて、今日はご紹介させていただきました。で、キャッチコピーの、本質っていうのが、最後にちょっと一言伝えると、ここにね書いてあるんですけど、基本の3つのブロックは引き、特徴、説明っていうブロックになってるので、引きっていうところはお客さんに気づいてもらう。で、特徴っていうのは、優位性を伝える。で、説明っていうのはその商品に興味を持ってもらうっていう、そういうブロックで作っていくよっていう、非常にこうロジック的に分解して解説をしてくれてるので、これに沿って是非トライしてみていただけるといいかなというふうに思っております。ということで、まとめますと、門悩まない教師の先生のための売れるキャッチコピーの作り方というのは、まずキャッチコピーを、誰を対象にそのコピー、文章を伝えたいのかということを考えるっていうのが1点。あとは、言葉には強い言葉と弱い言葉があるので、その伝えようとする内容をより分かりやすく、伝わりやすく言葉を選んで作っていく。さっき言った引き、特徴、説明ですね。これを意識しながら作っていくという、この2点を強化するだけでも、かなりキャッチコピーは作りやすくなります。で、3つ目は数稽古 数作って反応を見ながらブラッシュアップしていくっていう必要があるので、とにかくね、数は作った方がいいので、これも数稽古としてぜひトライしていただきたいなというふうに思いますので、頑張ってみてください。それでは。